この映画を見てくださったお客さんにはジャーナリズムというものの本当の意味とその大切さ、重要さ、重要性みたいなことを感じてほしいし知ってほしいなというのも僕自身が今まで知ってるつもりではいたけれども、我が子が自分が読んでくれる喜びは知ってる。それから、監督自身がペインターなんですごく絵が綺麗な時に、ものすごく喜んでいるので、そういったものがですね現場でも、本当に感じられるし、情熱と言ってしまえばすごく簡単すぎる言葉になってしまうんですが、何かこの作品を撮って世界に届けるぞという使命感のようなものすら感じる。非常にもうそこにいるだけで寺院に見えてくる。本当に吹き込んでくれているなと思います。本当に仕事できてよかったと思ってます。本当に今回の友人はもうジョニー・デップしかいないと、そんな風に感じました。ジョニー・デップが世界に伝える衝撃の感動作、心に傷を抱えた世界的写真家ユージン・スミス。 I don't have to do any more things. People need help. There's a company in Japan that's been dumping their toxic waste into the sea. We need global attention. We need you. It's gonna be as much of a story as the story itself. 青く美しか海が死の海にされてしまうたとです。 They are the parts per million.Relative to the greater amount. You're not afraid to touch me. Why would I be? 苦難に立ち向かい結ばれた人々の美しい絆。So that I can help to fight your fight. 彼が映し出した希望の光とは、水俣。